7月30日7部当選して、明日お昼お支払いすると嬉しい。マッチョルネン、お話し会何話そうかな考えてます。嬉しい、何でも嬉しいです。やっほー、さっほーってさっほーさんやないかーい。メイクなしでも乾いた、嬉しいそう、すっぴん、超すっぴん。初めての話かね、ほんと嬉しい。お風呂長い方かもしんない。どうやっちゃろう、長い方かな。久々の雫公園見てきました、いいな。今日お支払いした、やった、話せる。支払い忘れたら怒られそうなんで、そう早々にね。よかったよかった。じゃあ話せますね。皆さんお忘れないでしょうか。お話し会楽しみましょうね。そう、1時間がそう長いかどうかの、そう確かに基準、なんか20分で長いっていう人は長いって言うと思うしね。夏を湯船つかんないですね、暑い。緊張して話せんかもって、子供と一緒、子供一緒だとダメなのかなって。確かに、確かに会いたい。待って待って、それダメだと、そういう基準知りたいよね。赤ちゃんは OK とかあるじゃない、なんかありそう。わからんわからんわからん、なんか会長らんかな、説明みたいなのに。8月13日3枚追加した、嬉しい。お盆、あ、ダメ、二人通常ダメってこと。お風呂に何か持ち込むって、スマホとか。持ち込まんね。なんかホテルとかで使うときはなんか何、ダミーの携帯じゃないけど、何何なんていう、この配信用の携帯とか、そういうなんか YouTube とかだけ見れるよみたいな携帯だけ持ち込んだりするけど、あの本物、普段持ち歩く電話する携帯、普段連絡を取ったりする携帯は持ち込まんね。本人認証で見せたいものありますかって聞かれるから、子供いいですかって聞いてみれば。あ、確かに確かに、聞いてみたら、聞いてみて聞いてみて。すごい優しい、わさっぴさん、なんさん、聞いてみて、子供赤ちゃんなんですけどとか聞いてみて、赤ちゃん何歳なんですけどとか言ったら分かりやすそう。何歳の子供がいるんですけどみたいな。いいって言われそうやけどな、どうやろね。赤ちゃんならワンチャンさ、大変だからみたいな感じでさ、ありそうやないね。なんか小学生とかやったらちょっと、あ、わかん、怪しいかもしれんけど、だから大人2人とかやったら絶対無理やろうけどね。ペット見せて、ペット見せてくれた方おるから、ペット大丈夫やってよ。ペット OK やから、多分赤ちゃん OK やと思う。あ、7ヶ月のベイビー絶対大丈夫待って、絶対とか言っちゃったけど、絶対大丈夫な気がする。だって7ヶ月のさ、ベイビーさ、普通にあのあれじゃない、ママおらんと無理やないね。そう、ワンちゃん見せてくださってる、見せてくださる方とかおるから、多分大丈夫な気がする。今後の8月の話し会、次の申し込みにしようかな。おお、嬉しい、来てね。癒しソラノン、こんにちは、やっほー、こんばんは。出産前にソラノンのおかげで頑張れたのに見せてあげたくて、嬉しい、お願いしてください。
俺のお姉ちゃんの子供見せたいな。え、見たい。30日はなんかタイムリーな話できるかな。確かにタイムリーな話何ができるかな、何ができるかな。何でも待ってるね。確かにタイムリーな話とかできたらいいね。美味しいものいっぱい食べたからお腹いっぱい。え、北海道か。そっか、北海道か。わさぴさん何食べた？ちなみにお疲れ様んごう。何食べたと。あ、今日のツイッター更新したので皆さんあのいいねとリツイートしてください。ぜひ。やっほー、こんばんは。お風呂上がり、みんなもお風呂入った？サーノンは曜日感覚ってある？なんかね、最近ないね。最近ないっちゃけど、今日が月曜日ってことはわかる。最近はね、最近の曜日はあのポップアップによって、お昼の番組のポップアップによって管理されてますね。はい。お風呂まだ入んなきゃだ。いいねしてありがとう。お刺身、ホッケの開き、アスパラ、シカ、クジラ。え、めっちゃ食べちゃう。え、美味しそう。え、ホッケの開き、アスパラ気になる。いいねいいね。鹿、鹿肉って美味しいと。クジラ、クジラの唐揚げとか。お刺身羨ましい。絶対美味しい。明日は子供の参観日。参観日かわいいね。楽しみ。そう、あと4日でお誕生日なんですよ。そう、マイナビ記事で柏木さんがコロナ期間に生まれた赤ちゃんを見せてくれたって。じゃあ見れるかもね。あ、竜田揚げいいね。クジラの竜田揚げ美味しそう。お刺身美味しそう。で、お誕生日まであと4日。晩ご飯にうなぎ。え、最高。スタミナついたね。宮崎とお刺身食べますか？食べる食べるけど今日食べちょらん、珍しく。お話し会とか教えてくれてありがとうございます。優しい。ほんとみんな優しいから何でも聞いて。うん、さーちゃんが分からんくてもファンの皆さんが分かることもあるからね。支え合っていこう。おやすみ。サーノンって授業の時結構挙手する子だった。分かる問題は挙手して、分かんない問題は答えませんでしたね。うん、明日が確か誕生日の背景になるかも。確かに明日からかもしんないね。おやすみ。なんかいいね、みんな家族みたい。サーノンルームね。鹿児島行きたい。イベントね、行きたいね。そう、ね、3日前だって。待って14日前とか言っちゃったのにさ。ね、14日前とかさ、この間7月1日だったよね。14日前とか投稿したのに、え、もう10日だったってこと？あと4日になっちゃってる。やばい、3日前では明日になったら。確かに劇場デビューできてたね。確かにそうだよね。待っててください。
毎年お誕生日にすることって何かあるのって、お誕生日にすることはケーキを食べることとか、まあちょっと前までだったら家族みんなでお食事行ったりとかしてましたけど、そうですね、そうね、お食事、家族みんなでご飯を食べること、ケーキを食べることとかですかね。そう、二十歳もあと3日。うん、プレゼントも、うん、そうですね。なんか毎年してることって聞かれると難しいね。なんか毎年でも決まったこともするけど、バラバラだったりもする。なんかお友達に祝ってもらったりとかも、もらっ、うん、お友達が祝ってくれた年もあったしとか、いろいろ。でもじゃあ基本的に学生時代は土日の誕生日が多かった記憶ある。うん、とか土日祝日、なんか海の日とかにかぶることが多いね。今回はでも金曜日かな、金曜日ぐらいかな。そう、ほんと？ショールーム誕生日付きキャンペーン、いや、あるかな。あ、確かに。でも20何日とかやない？誕生日仕様のクマのぬいぐるみ欲しい。でもなんかショールームイベントどうやろうね、今月。夏休みがお誕生日ね。確かに夏休みがお誕生日ってお友達に会えるけど、なんか遊ばんやったら会えんもんね。そういうのあるね。確かに。そっか、お盆はお休みやね。憧れた誕生月や日、7月15日最高って感じですよ、私は。最高って感じですね。ランタボさん嬉しい、アットマークソラノンしかって、嬉しい、久しぶり、嬉しい、久しぶりに星投げたって、ありがとう、ありがとう。ぶっちゃん、ゆうちゃん、ハートありがとう。泣きそうになったって、何泣きそうになったと。夕ご飯とんかつ食べたらいいな。誕生日の配信時間決めてないです。スコールのマンゴーを飲んだら美味しかった。美味しいよね、美味しいんですよスコールは。月曜日お話し会買ってるけど忘れないように頑張る、嬉しい。待って、月曜日だっけ、月曜日やっけ、今度月曜日、土日じゃなくて、あ、月曜日やっちゃう。18日ね、ランタボさん忘れんといてよ。どこからでも待ってます。うん、みんなそうだよ、移動中でも仕事の前でも休憩中でもいつでもいいからね。旅行中なら旅行先からでもいいよ。3連休か、そっかそっか。日曜と月曜やったっちゃ。
30日初めてのお話し会、やり方わからなくて焦りそう。確かに、まあ焦りも楽しみの一つと思って。確かに月曜日になっちゃった。んちゃんもカレンダー確認しました。そう、スコールはね、愛のスコールっていう名前やったけど、愛のスコールは宮崎のあのものです。2日間空のんと話せるなんて幸せ。嬉しい、嬉しいね。うん、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 確かに焦るよね、初めてのものは。確かに初めて行く場所とかも焦るもんね。サイン当たりますように、当たりますようにだ。みんなちゃんと抽選してね。みんなちゃんと抽選忘れんでやってね。サーモンファンって優しい人多そうだね。え、もう優しい方しかいないです。把握してる限り優しい方しかいないです。そう、すごい平和なルーム、嬉しい。サイン当たったから何書いてもらおうかなって。また言って、また言ってよ。うん、楽しみ。サイン書けるの、ツーショットも楽しみ。ツーショットかな、ワンショットとかある？ツーショット、ワンショットとかある？楽しみ。みんな当たった方はポーズとか書いてほしいこととか考えちゃってね。うん、教えてください。プロ野球のオールスターゲーム、オールスターゲームって何やっけ。え、生誕 T シャツ当たった、嬉しい、おめでとう。届くの待っちょって。うん、嬉しい。うん、うん、うん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。嬉しい、生誕 T シャツ。生誕 T シャツってサインかけるやつかな、かけるやつかな。まだ何もやってないですけど、サインかな、サイン入りやったよね確か。楽しみ、書くの。え、 T シャツにサインだよね多分、多分サイン入り、サイン入りよね。 T シャツサインやから。え、 T シャツにサイン書くのってね、なんかあんまりないから嬉しい、楽しみ、書くの。17日はツーショットとサイン、18日は両方サイン。お、サイン皆さんたくさん当ててくださいよ。せっかくサイン、サイン2回珍しいから、ぜひ。うん、そう、まだ書いてないよ。シャツ全部に書いて、シャツ全部に書いてってどういうこと、どういうこと、シャツ全部に書いて、大きく書いてってこと、どういうこと。まだ書いちょらんね。うん、ショールームで見てる感じやと、話し会で映る姿印象違う。なんで、え、印象違う、ほんと。サーモン加入してからサイン書いちょらん、書いちょらんね、書いちょらん。なんか変えようか考えたりもするけど、今のサイン結構お気に入りで。そう、お話し会も眩しくてまともに記憶に残ってない。嬉しい、嬉しい。オールスターゲームの何何、セリーグ対パリーグ、
遊び感覚で使用するのに、その日は勝ち負けそこまで気にしないの。あ、勝ち負け気にせんゲームのこと。なるほど。誕生日グッズいつ届くのかな。誕生日グッズは何言っちゃったっけ、なんか書いてたと思います。でもなんか去年はさ、あれやったよね、お誕生日までに届きますみたいな感じやったけど、今年なんかそうじゃなかったよね。確か誕生日までには届かん気がする。届いてほしいけどね。大きくいっぱいに LINE、 LINE じゃなかったサインってこと。そういうこと。なんか基準があったらあれやけど、基準なかったら書くわ。でも人によってはあれだよね、小さめがいいとかあるかもね。書けたら大きく書く。でもね、今回の T シャツね、あれよランタボさん、なんちゅうの、写真が入っちゃうから、写真にかぶんない方がいいかもよ。いや、わかんないけど、まだまだ T シャツも見ちょらんくて、そう、出来上がった。お疲れ様が。 T シャツにサイン書いてもらったら着れなす。確かに。でもジャンが逆の立場やったらそうかも。なんかサインが消えちゃいそうとか思っちゃいそうね。確かに。似顔絵描いてて言ったら描いてくれる。描きますけど自信はないです。サイン会でってことやろ。生誕グッズ一応明日から順次か。12日からやったっけ。なんかそんな感じやった気がする。そっか、でもあと3日やからな、明日になったら。1試合ごとに MVP があって、お金と車をもらえる。最高やん。最高。何その野球ゲーム。生誕グッズの当選サインもニックネームで書いてほしいよね。確かに確かに。そういうシステムないんかない。なんかさ、生誕グッズのやつっていつもフルネームやないね。お任せしまして、イエイ。楽しみにしてます、書くの。コメント動画もある。嬉しい。今年も撮れるんですね。まだ動画とかサインの依頼来てないので、まだだと思うけど、楽しみにしてます。届くの待っちゃって。松田の車？なるほど。本名で書くとイベントで切れん。ああ、そういうのがあるか。そっか。カズ兄さん、嬉しい。お花ありがとう。あ、そういうのがあるとか。なるほどね。ああ、じゃあさ、なんかさ、そういうの聞いてみたら？待って、聞いてみたらってどうやって聞くってなるよね。なんかさ、名前さ書くときになんか希望の名前みたいのないと。オンラインお話し会みたいに。ゆうちゃん、ハートありがとう。ないっちゃろうか。オールスターは何、一度だけハマスタで見たことが。すごい。夜も可愛い姿でみんなのハートぐいぐいつかみ、握手では、私の手をぐいぐい引っ張った。あやみさん、こんばんは。恥ずかしい。こんばんは。カズ兄さん、お花ありがとう。ネギ大佐さんかな。スイカのパフェありがとう。ありがとう。ソラノンが聞いてください。確かに。僕は着ない派。飾りますって嬉しい。飾ってください。待って待って。確かに確かに。確かに。なんかさ、名前さ書くときにさ、
隣にさ、あれよ、ニックネームとか入れれんと？応募するときに。あ、無理か。無理なんかな。なんかそういうシステムないんですか？逆に質問してる。うん。ね。なんかそういうシステムあるといいね。うん、確かにニックネームがいいよね。確かに確かに。ウェイミソラノさんサインとかなんかちょっと硬いもんね。確かに。送り先の名前なんだろうね、自動的に。じゃあフルネームかもしれません。じゃあフルネームかもしれません。なんかね、だってさ、あれよね、私がさ、スタッフさんにこの方ニックネームがいいらしいですって配信で言ってましたとか言ってもさ、そう、間違ってたらとか多分あると思うし、それだったらみんなニックネームにしてほしいとかそういうのあるかもしれんから、多分ニックネームじゃなくて本名になりそうやけど、そう、動画がね、そうフルネームなのよ。そうフルネームで届くんですよ。そう、この名前を入れてくださいって言われるから、去年までの流れやと、そう、なんか名前の一覧表が配られてみたいな感じやったから、そうよね、動画もね、確かに確かに確かに。いつもだってなんさんとかわさっぺさんとかかずにさんとか言えるのがね、確かに確かに。本名ってね、だって本名やとさ、ちょっとさ、あれよね、正直誰が誰かわからんかったりするよね。うん、いつもニックネームやから。サラダにニックネームつけてもらうのいいんだって。面白い。ニックネームね。あ、フルネームで呼ばれるの嬉しい？よかった。今度お話し会で本名教えるからよろしく。面白い。いや、なんかね、ニックネームとフルネームの何、名字が似てる方、ほぼ一緒みたいな方は、ああの人やろうなっていうのが分かる。分かるよ、やっぱ分かるけど、全然違うさニックネームの方とかやっぱ分からんよね、教えてくれんと。うん、でさ、本当は知ってる方なのに知らん方って思ったりとかさ、ね、なんか一致せんかったりするか悲しいよね。確かにそういうとこむずがゆい。私の名前からニックネーム引っ張ってるから割と分かるです。本当？よかった。サウナにつけてもらったら死の棚になりました。そう。そう、確かに記憶力試されるわ。ニックネーム何しようって、みつきちゃんもうそのままのみつきちゃんが可愛いって。うん。僕はもう名前の通り全然褒め、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。いや、うん、サウナに本名呼ばれてドキッとしたってとともに何かサラノン遠く感じました。なんで？なんで遠く感じた？なんで？遠く感じた？ニックネームは覚えててもフルネームまでは覚えれんのちゃう？なんか大体っていうかさ、なんかさ、あの毎年あの何、生誕グッズの
得点を当ててくださってる方、毎年って言ってもまだ2回やけど、とかはなんか、あ、聞き覚えあるニックネームや、あ、ニックネームじゃない、本名やなみたいな、名前やなっていうのはあるし、うん、そうね。今度はフルネームを覚えてもらうことも気にします。はい、覚えますぜひ、うん、あ、名字の一文字からです。ニックネーム、名字の一文字、あ、わかったわかったそういうことね、わかった、シノが入るってことね、なるほど、うんうん。緊張してた？噛みそうになった。いつ？1年目？ 2年目？お話し会本名に変えてみようかなって確かに、うん、どっちでもいいですよ、うん、お話し会って両方設定できんと？ 2 個ショールームでコメントするから距離感近めに感じてるけど、お話し会ではまだ1回しか会ったことない。そうね、確かに。え、うちもそういうのある。お話し会でこんなに距離近いのにさ、なんかね、お話し会ではまだ会ったことないとか、実際会ったことないよって方多いもんね。原型がない。いや、そうね、亀之助やもんね、うん、亀之助に襲名したもんね。じゃあ私のことを忘れていいからねって、脳みそ他のことに使って覚えるに決まってる。覚えてるよ、大丈夫みつきちゃん、うん、任せて、会えるの楽しみ。うん、私は本名に1ミリも関係ない。え、わさっぴさんはそりゃそうよ、わさっぴさんやもんね、うん。お話し会ときたも本名にしてるけど気づいてます。嘘。え、ぶっちゃんさ、嘘、待って、あ、わかったかも、ぶっちゃんわかったかも、なんちゃんわかった気がする、うん、わかったかも。プレゼント動画ね。え、1年目 ?2 年目最初本名？なるほど。え、2つ出るっけ？待って、お話し会さ、めっちゃニックネームばっか見てる気がするな。いや、でも本名しか書いちゃらん方もおるから、そう。ニックネームを設定したら2つ入るんかな。うん、久しぶり、やっほー、答え合わせお話し会、グッド。そろそろ生で会いたいし、そうね、生で手振られたいって、手振りたい、手振りたい、本当だよ、生で会いたいよね。1年目か、1年目絶対緊張してた。2年目の方がまだマシやった気がする。自分でニックネームに変える、あ、そういうことか、なるほど。アキーさん、かわいい、ありがとう。ニックネームと本名を混ぜて設定してます。あ、いいと思います、とても。あ、ニックネーム確かに。え、でもなんかショールームのね、名前をね設定してくれてるとすっごい一致しやすいよ、うん。でもあれよ、どっちで覚えてもらいたいかやね、それは。でもファンの皆さんが、もちろんおじちゃん的にはショールームの名前でお話し会来てくれた方が分かりやすいっていうか、一致させやすいけど、名前と顔を。でも、本名で覚えてほしいって方とか、この名前で覚えてほしいって方
おったら、なんかこっちのニックネームを覚えてほしいって方おったら、それはそれでオンラインにて覚えます。頑張って覚える。うん、そう、認知されてるか確認する時間持ってない、もったいないね。確かに。ニックネームとほぼ名前ほぼ近い。おお、龍太郎ロンマンさんか、龍太郎さん。うん、難しいよね、どう取るかだよ、みんなが。確かに握手会やったらね、確かにね、もう名前が、え、でもさ、あれやん、顔は覚えちゃっても名前が出てこんとか、逆に、いや逆はないか、さすがに顔は覚えちゃうけど名前が出てこんみたいなのは多々ありそうだよね、覚えるまでに。うん、確かにあるわ。顔はね、すごいね、ちね、顔はね、うん、忘れんわ、顔は忘れん、顔は忘れない、結構ね、うん、顔はそうね、まあ2、3回、うん、2、3回来てくれたら忘れんかも。うん、けどそうね、名前はさ、どれでどう来るかだよね。でもちゃんはとりあえずショールームの名前と、ショールームでのお名前とお顔は絶対に一致させたいので、皆さん会いに来てください。確かに握手会はね、名前が表示されん代わりにネームをね、ぶら下げてくだ来てくださる方多いもんね。懐かしい、それ懐かしいね。うん、顔と名前覚えてもらえるように頑張る。嬉しい、いっぱいに来て。あと50回行こう、嬉しい。もうたくさん喋ろう。うん、プロジュさん、認知されてる、認知されてる後恥ずかしすぎてコメントできない。あー、認知されたいけどってこと、そういうこと。うん、ねえ、コメントしてください、いつでも。握手会はニックネーム禁止。名前だけは覚えてもらってると思い込んでおこう。覚えてます、アキさん、ハートありがとう。握手会再開したらニックネーム書いてもらえるように頑張ります。嬉しい。うん、握手会サーモンのショールームが始まる前だった気がする。確かにそうよ、そうよ、そうよ。うん、レディオンアリーナ大阪さんのあと11月何日やってる、確か。はって見逃したくしゃみの動画見たけど全然事故ってなかった。ありがとう、ありがとう、ありがとう、よかった、ありがとう。映像倉庫さんからバイバイしたけど大丈夫だった、よかった。え、お話し会初参加なのですが、時間ってどれぐらいなんですか。何秒ですっけ、10秒15秒どっちですか、ファンの皆さん。1枚何秒、
エフェチョの体感でも5秒ぐらいな気がするけど、多分10秒か15秒だよね。結構1枚だとね、めっちゃ短いよ。1枚はめっちゃ短いです。うん、1枚15秒か。15秒。15秒らしいので、うん、あの1枚だと、まあ、ほぼ喋れませんね。え、そう、確かに挨拶だけで終わっちゃうね。うん、確かにそれはあるかも。確かにホワイトボードとか、確かに使いこなせば、確かに確かにあるかも。あ、そう、カウントダウンがあるよね。5秒から、ん、10秒からあるかな。5秒からだっけ。ありますね。うん、握手会でサラマンが俺のニックネーム書いたら大丈夫だよ。握手会でニックネーム書くってどういうこと？ニックネーム書く作業があると。みんなホワイトボード使ってる、え、ホワイトボード使ってる方見たことないわ、今んとこ。今んとこ見たことないですね。みんなちゃんとおしゃべりしてくれますね。とかなんかね、海外の方とかさ、めっちゃくちゃね、一生懸命あの文章考えて多分書いてくれちゃって、それを読んでくれたりするの、もうめちゃくちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい、本当に本当嬉しい。サインね、そういうことか。え、お話、待って、サイン会ってさ、握手会のサイン、握手会でサイン会とかある？サイン会ってさ、目の前で書くと？握手会でサイン当たったらニックネーム書いてくれたメンバーいました。え、サインさ、待って、それさ、めっちゃ時間かかるの？サイン書いて、メッセージとかも名刺に書くってこと？あ、それともある程度サインだけ書いちゃって、サインだけ書いちゃって名前だけ書くとか、どういうシステムそれ。え、めっちゃ長い、長くないそれ。サインとか動画とか当たって目の前でやる、目の前でサイン書くと一から。あ、事前にサイン書いてるメンバーおる。なるほど。めっちゃ楽しそう。楽しそうやね。でもそれサイン一から書いたら絶対めっちゃ時間かかるね。でもその分会えるか。それ書き終わるまで会えるってこと？喋り歩けると何秒とか関係なく。動画とか写真とか、動画、待って、写真ってさ、ツーショットとかってファンの方がさ自分のスマホで撮ってるイメージやけど、それはそう？優しい子はゆっくりサイン書くからめっちゃお話できる。すごっ、すごっ。サインのストックなくなると目の前で書くしかない。ああ、動画はセリフまである。それさ、何分あっても足りんくない？セリフが、あ、なんかそれは動画見たことあるかも。なんかそれを読んでみたいな感じ。事前に書いてるメンバーもいます。初めからサインを書いてくれたら長くおしゃべりができる。あ、じゃあ最初から書いた方がいいっちゃね。なるほど。ストック なくなるか、そこが狙い目。なるほど。あー、すごいね。ワンショットは、ワンショットはファンの方がはいチーズパシャって撮ると。動画は、動画もファンの方が撮るってこと？サイン指揮者待ってるのに抽選当ててくれればいいのにねってメンバー言うてた。あー、確かに。すごっ、すごっ。じゃあさ、それさ、15秒とか関係なくない？関係ないよね。ファッションショー、いいね。
ないっちゃ。サイン1枚だったらもうそのサインが書き終わるまでおしゃべりできるってこと？めっちゃいいじゃんそれ。めっちゃ良くない？めっちゃいいやんそれ。握手いいね。うちちゃんと一人で握手一回しかやったことないからさ。そう、優しい子はツーショット撮るときスマホ取り上げて上手に撮ってくれます。え、待って待って、ファンの方のスマホを横取りして撮ってくれるってこと？え、めっちゃいいじゃんそれ。最高やん。ファンの人からしたらキュンってなりそう。サイン書くまで剥がしは待ってくる。じゃあ2枚当たったら2枚書き終わるまでってこと？あ、さすがに1枚ツーショットはスタッフ、自撮りツーショットやった自分。10人トイロ。自撮りツーショットで自分でうまく撮れないからってお願いすると持ってくれるメンバー。難しいね。お話し会で目の前でサイン書いてた君。お話し会で目の前でサイン書いてた君。何か喋ったいって。カズニーさんって私はさ、さあ、どういうの見ていた？ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。嬉しい。懐かしい。うん。セリフは5つぐらい、待って顔が赤くなっちゃった。セリフは5つぐらいの中からファンの方が選んだものを喋る。いいね、楽しそう。ツーショット撮影、ファンメンバーに褒められたことある？なんで？ツーショットで、ね、懐かしすぎるそれ。懐かしい、懐かしいね、懐かしいね。そんなこともあったわ。思い出。自分は全然映らんでいいからって言ったら、入ってよって言われた。かわいい。セリフ関係なく言ってくれるメンバーおった。何でもありってこと？ツーショット苦手なんで助かります。いいね。でもツーショット、何、自撮りツーショットってこと？そういうこと？自撮り？なんかいいね。握手したい。握手会したいね。ときめいちゃう？ほんと？オンラインだとどんな感じなんだろうねって。どんな感じやろうね。うん、楽しみですね。宇宙にスマホ触られたら吹けないねって。恥ずかしいね。懐かしいよね。もう早く再会してほしいね。本当だよ。地方イベント確かに復活してほしいね。行きたい、いろんなとこ。お誕生日当日にいいね。握手会最高。ごめん、そのうち服はって。そりゃそうよね、そりゃそうよね。今特に。面白い。はよ描いて顔上げなさいって。顔白くなってたぞ。懐かしい、懐かしい、懐かしい。楽しかったね。私物サイン会、待って待って、私物サイン会とかあると？録音会？私物にサインするってこと？大丈夫それ？バックにサインしたり。オンライン話しかいつも爆笑してほぼ話さなくて終わるから、オフラインがいいって。面白い。話そう、話そう。
うん、うちゃんが3位書いてるとき何ていじろうかなっていじってください、たくさんぜひ。川柳会、いえ川柳書くの面白いね、そんな会。缶バッジ、うちは、あ、そういうこと？推しのサインを、あ、間違って推しのグッズを持って行ってサインしてもらうみたいな感じ。あ、それいいね。え、それいいね、めっちゃいいじゃんそれ、めっちゃいいと思うそれ。うん、8月は浴衣で握手も、浴衣で握手したい。いや憧れ、そういう活動に、そういう活動にめっちゃちゃんは憧れるんですけど、どうしましょう皆さん。うん、なんか握手会とかめっちゃ憧れてたのにね。オンライン話し会はもちろんめっちゃ楽しいけど、握手会憧れてたわ。うん、握手会の際は本名だったから、めっちゃ本名を連呼されていじめられた、いじられた思い出。おーサッタンさん、ハートありがとう。握手会再開したらもう絶対見た瞬間から笑う。サイン書かなくていいからこっち見てくださいね。言えてます、とてもとても言えてます。でも楽しみだね、なんか。でも今さなんかどんどんまた増えてるやんか。なんかちゃんとでもそういうなんかイベントとかできるようになってほしいね、リアルに。他のグループはリアルやってるので、 AKB もそろそろ出ないとね。そうね、確かに確かに確かにね。でもまた増えるよね。でもリアルで会いたいよね、なんかリアルの方がテンション上がるやん。でもオンラインもめちゃくちゃ楽しいので、皆さんオンライン待ってます。まずは、うん、コメント力あるわ、ほんと面白い。うん、生で会いたいね、みんな。確かに、はがしさん、はがしさんね、そうよね、ファンの皆さん、はがしさんに最近出会ってないやろ、そういう意味では。ね、スタッフさんにね。ね、リアルでおしゃべりしたいよね。うん、確かに大阪行きたい行きたい行きたい、大阪行きたい、リアルに行きたい、本当に行きたい、どこでも行きたいけど、うん、なんかいろんな地域に行きたいね。うん、
はがしさん含めて握手会っていうところもあったか。そうね、そうよね、確かに確かに、そうよね。剥がされて悲しい気持ちも絶対あるけどさ、みんなファンの皆さんは。でもあってこその握手よもんね、確かに。あーでも足パンパンになりそう。みんな本当に頑張ってるよ、ありがとう。うん、いや生がいいね、生で会いたいです。私もあー椅子を持ち込みたいって。そうだよね、そうだよね。あさっぴさんハートありがとう、ぶっちゃんハートありがとう、嬉しい。東京は行けんけど大阪なら行ける、行きたい。行きたいね。ループすると受付のお姉さんと仲良しになる。いいじゃん、いいやん。いいやん。仲良くなって。なんかまだそうお試し握手2回とそう名刺渡し会でしかやったことないから、そう全然握手に慣れてない。オンラインの方が回数多いわ、やった回数。うん、で人によっては抽選当たるとおめでとうって言ってくれる。すごいすごい優しいお姉さん。うん、なんかリアルに近くで近い距離で会えるイベントをしたいね。お話し会、うん、なんだっけ、他のチームがやっちゃうよね、なんかリアルおしゃべり会みたいな、なんかでやりよらん、なんかあのカバーはあるけどみたいな、そういうのやりたいね、そろそろ。うん、1年2名の握手会で推しがかぶったとき気まずかった。え、どういうこと、どういうこと。あ、1年2名で2人おってってこと。面白い。まあ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 、いろんなことがありますよ。まあなんせふーちゃんは握手会まだその時初めてだったのでね、カズニーさん、そんなこともありますよ。不慣れだったので許してください。1年に2人は推しじゃないこと話すじゃないこと話すことがないのが辛い。そっか、いやその子も好きになってあげよう。早く再会してほしいね。なんか再会できるような状態になりたいね、まずは。慣れないでよ。慣れたいけどまだ
まだごめんなさい、3回やけど2回そのうちは2回はお試しやからね。まだちゃんとやったことまだ1回しかないからね、うん、許して。もう会いたいよみんな。それまで楽しみに待ってましょう。うん、再会できる日を夢見て。うん、じゃあそろそろランキング読んでいきたいと思います。読みますね。13位、ワイバーンアットマークユリナーさん、ありがとうございます。12位、ピンクのクマさん、ありがとうございます。11位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。10位、ナコミク船方さん、ありがとうございます。9位、ナーポンさん、ありがとうございます。8位、リュウさん、ありがとうございます。7位、コイチさん、ありがとうございます。6位、ランタブ MR アットマークサラノシカ、ありがとう、嬉しい。待って、読んでない方おる？大丈夫かな。コイチさん読んだっけ。7位、コイチさん、ありがとうございます。5位、ネギ大佐さんかな、ありがとうございます。4位、ぶっちゃん、ありがとうございます。3位、かずにさん、あと4日、ありがとう。2位、あきさん、ありがとうございます。そして1位はわさっぴさんでした、ありがとうございます。はーい、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それではまた明日すると思われるので、明日お会いしましょう。はーい、嬉しい、ハブさん優しい、ありがとう。それでは今日もありがとうございました。せーの、そらのじゃんけんじゃんけん、はい、イエーイ、チョキです。じゃあ今日もいい夢見てください。それではおやすみなさい、ありがとう、バイバーイ。